皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日のレッスンはラウンド後半にどうしてもダフりが多くなってきてしまう方に向けてのレッスンです。ラウンド後半ですね、ダフりが出てきてしまう方はもう単純にクラブを短く握るようにしてください。これをすることでだいぶこのダフりというのは軽減されます。この通常通りの長さで持っているとクラブの重さが先に落ちてしまってクラブを支える力がなくてヘッドが落ちてダフりっていう動きであったりとか、ここからこの遠心力を使おうとして手だけで振ろうとする動きから長いとこの戻す動きでダフりが作られてしまいます。なのでですね、この短く持ってこのようにクラブを振ると前傾角もしっかりと意識をしてキープするという気持ちになりますので、クラブを短く持つということをラウンド後半意識をしてみてください。またダフりが今日のラウンドは出るなって思った方はクラブを短く持つとこのダフりが解消されるパターンが非常に多いです。その1日ダフりで終わらせないように、このダフりを軽減するために短くクラブを持つということを頭に入れてやってみてください。で、練習場でこのクラブを短く持つスイングの練習というのも必要です。なので通常のところで握っているスイングのもちろん練習も必要ですが、短く持ってスイングをするといった練習をしてみてください。5センチ程度余らせてこのように構えていただいて振ってみてください。このようにすることでしっかりと前傾をキープしないと綺麗に打てません。なのでですね、この短く持って練習場で練習してコースに出てダフりが今日出るなと思った方はこの5センチ程度グリップを思いっきり短く持って振るようにしてみてください。これをすることでダフりっていうのが軽減されます。ぜひ一度皆さんこのレッスン思い出してラウンド頑張ってみてください。以上で本日のレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。あなたのゴルフを格段に上達させる PGA 竹内プロの5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。ゴルフの全てを解説されたこのプログラムで飛距離アップ、スコアアップ、美しいスイングを手に入れろ。ライバルに一気に差をつけろ。